こんにちは。12月15日週刊仮想通貨ニュースです。はい、ここ最近の価格に影響あったニュース、そして他要因ですね。来週への価格の予想をしていきたいと思います。はい、では本題に入る前に一つ超緊急お知らせがあります。緊急お知らせ、これはですね、今まで神尾 TV は、まあ、YouTube さんからちょっと怒られてるって話しておきましたけど、12月9日ですかね、はい、YouTube は正式表明を出しまして、うんうん、今後アメリカ大統領選挙でなんか僕たちがやってるようなことを言うとか一切容赦なく消すというコメントが届きましたので、あの消えます。規約がねこんな堂々とね、うんうん、あのこれあかんって書かれてるのはもう3つ目ぐらいの事例なので、そうですね、アメリカ TV 自体の存続はですね、そうあかんやつ2つ踏んでるからね僕たち風前の灯火です。コロナとこの大統領選挙はあんまりやったらあかんってことで正式に今回規約になってしまいましたので、はい、うん、ちょっとやばい状況になっています。もしかしたらチャンネルが消されてしまうかもしれません。その時の保険としてですね、無駄な方ぜひメルマガの方を登録しておいてください。お願いします。もしチャンネル消えてももちろんすぐにね復活させますけども、最初の頃は検索しても出てきませんので、うん、その時は URL メルマガで送らせてもらいます。はい、お願いします。というわけで目をつけられております。ねえ、目をつけられてますね。いやいや僕らのためにではないけどねでですね、はい、前回撮影日なんですけれども、先週は$19,250でしたね、はい、撮影時にね。でそっから現在は、$19,120ということで若干、$100ダウンということですね、うん、その間にはですね一時ですね11日には$17,500まで下げる局面もありましたということですね。こっち9日下げて2番底の、まあ、これちょっとヒゲだからね微妙なんですけども、2番底のような形で同じ価格水準で返していったというような状況です、うん、で先週言ってたのはですね、まあ、長期で言うとこのまま2万ドル突破していってもおかしくないっていうシナリオにも備えたいよって言いながら、あのグッドニュースが多すぎると、はいはい、うん、なので一度こういう調整を挟むんじゃないかと、大きな調整を挟むんじゃないかと、うん、でどうなるか分かんないけども、こっからこの三角持ち合いね、三角持ち合いで形成されているこの下限ぐらいまでは全然いくでしょうというような話したんですけれども、うん、まあ、うん、一応的中、うん、まあね、一瞬で的中終わったけど、ね、そのままブレイクしてね下まで行ってしまったんで、うん、まあ調整はしましたかね、調整、うん、したと言えるんかな。一応ね、うん、この調整でこれシカゴマーカンタイル取引所 CME ですね、はい、でここで、11月の末にですねこの窓が生じてたんですね、うん、で1週間で埋める確率が 75% ぐらい、うん、75% ぐらいですね約で、そのうち埋める確率が 95% と言われてたんですけれども、今回もこれここのところでね、うん、11日の急落一番底のところで埋めました。おう、うん、で、土日でねものすごいチャート分析通りじゃないですか。いやいや、あの何ちゅうか、うん、分析通りというか、うんうんうん、みんな言うてるから褒められるのは弱いです、ね、いやいや、そうですね、弱いですね、あんまり褒められたことないんでそういうイメージ下がりますよどうだどうだいやまあそうなんですよね、うん、でまあ下がってきてこの間がね12月12と14で土日の間にブワー上がっていったんですよ、うん、もう止まらないよ止まらないよっていうぐらいの勢いで、4時間足とかにしてみたら分かるんですけれども、ここねここねここねということでほぼ調整挟まずですね、あの上げていったんですよね、うん、1時間足とかでも強い強いです。やっぱこういう時こういう時のねビットコイン先輩にはやっぱり逆らってあかんということは確実に覚えておかないといけないですよね。でじゃあ今回の窓もまた埋めるかもしれないってことですか。今回の窓も埋めると思いますね、うんうん、だからさっきですね調整終わりって聞かれた時にうんってなったんですよ ね、うんうん、今回も埋める可能性があると。その場合ですね今回の調整はもうちょっと少ないかもしれないですけれども、こうはい、ということでそのうちこういうふうにですねここで上には抑えられてこっちの下には上がっていくというような形を CME でも形成する可能性もありますよね。そして、うん、そうするとやっぱり2万ドル突破へのですね圧力がどんどん溜まっていくということで、で上からショート仕掛けてくるクジラさんたちもですねやっぱり
ロスカットはここら辺に設けてますよね。2万ドルから2万1000ドルに設けてますんで、それにもし当たりさえすればですね、ものすごいロスカットを巻き込んで大上昇するという可能性もあるんじゃないかと考えてますね。ただまあ株とかですね、為替とかですね、まあ、年末入りますよね、はい、まあ、ポジション整理ってことで荒い相場にはもしかしてなるかもしれないですけれども、うん、基本的にはそんなに動かないんじゃないかなと思ってます。だから調整入っていくんじゃないかなと考えてますね。あ、まあ、大口さんたちはねクリスマス休暇に入るんで、うん、そうですね、うん、でまあ、基本的にはずっと言ってること変わらないですけれども、まあ、ビットコインは下げたら基本的に買っていくというので、うん、まあ、間違いないと思います、今のところはね。うん、さっきの CME の窓なんかここら辺ですけれども、短期的に言うとですね、このずっとちょっと意識されているような上昇のトレンドライン、ここにですね今スコーンと当たりに来て、今どうしようかって なってるところなんですね、うん、なので短期的に見るとまあロングもありかなというふうに考えてますね。このちょっとしたところですけどね、基本的にはこれ、この大きな上昇をそのうちするでしょうと思いながら、こういうトレンドラインが引きますよね、上昇ので。しかし CME の窓はいつかまた埋めに行く可能性が高い、うん、ということを頭に入れて、短期は、まあ、ショートは入らない、基本的には入らない、押し目を買っていくっていう戦略で今は間違いないんじゃないかなと考えてますね。はい、はい、で価格に影響したニュースとしましては、うん、この下落ですね、8日、マイクロステラテジーがですね、うん、シティバンクから評価を格下げされたんですね。まあ、ビットコイン持ちすぎやっていうことですよね。そんなんで不釣り合いなほどビットコインを保有しているっていうことで格下げ、はい、まあ、そんなんでっていうか、まあ持ちすぎやったんちゃいます。うん、うん、で一応保有枚数がですね、先週お伝えした時は4万ちょっと BTC、うん、775億円分やったんですけれども、それがですね加えて4億ドル分400億円以上の資金調達をしてビットコインに投資するということを計画を明らかにしたんですね、うんうん、それで格下げされたと、はいはい、でそれでドーンと落ちたと。一応 18% 落ちてます。うん、うん、ここの、まあ、一番底まで入れるとですね、結構ですね 20% 超える下落になってますね。株やったらかなりのことですよね。はい、うん、っていうことで、まあ、ビットコインにも影響したんじゃないかというふうに言われてます、うん。とマイクロストラテジーの社長さんは紙を手入れを熱心に見てたんでしょうね。あ、いやいやいや、七星が買えようて絶対見てないと思う絶対見てないと思うよ役員会でみんなが反対を押し切ってすみません、どこへ買うぞ言うて、その説はすみませんいやでもね、まあ長期的に言うと全然間違いではないと思うんで、うん、僕はね、うん、うん、いいと思いますよ、もう買ってくださいでこの下落が8日からビットコインですけれども、これは起こりましたけれども、11日、9日と11日でダブルボトムつけて、そこから反転して上がっていってるんですけれども、うん、この時にですね上昇した原因がアメリカで169年の歴史を持つですね、お伝統的なその大手生命保険会社マスミューチュアルっていうところがですね、はい、1億ドルビットコインに投資したということが発表されたんです。お、うん、そういう伝統的なところも投資するんだと、うん、しかも大きな額をね、はい、いうことでかなり好感したんではないかというふうに言われてます。うん、誰が作ったんですか。誰が作ったかはちょっとあの皆さんそれぞれ調べてくださいねまあだから誰が作ったってことももちろん金融の人たちは知ってますんで、うん、まあ、その人たちのお金がちょっと入ってくるんやっていうことも交換したでしょうね、もちろんね、うんうん、で JP モルガンが調査したんですけれども、うん、金の ETF ね、はい、ETF から7000億円が流出して、うん、グレースケールのビットコイン その投資信託ね、うん、に2000億円が流入したと。へえ、その流出したのと流入したお金がですねもう結びついてるかどうかっていうイコールかどうか分かんないですけれども、はいはいはい、7000億円減ったタイミングで2000億円増えたと次にということで、まあ、流入したんじゃないかというふうに言われてます、うん、っていうことなんか金からビットコインのシフトがちょっと起こってるんじゃないかと、うん、前々から言われてることなんですけれども、うん、でそういうことが交換して上げていったと言われてますね。なるほど、うん、まあ、ニュースとしてはそんな感じなんですけれども、うん、まあダブルボトムとかお決まりのその
テクニカルもうちゃんとパターンが出てですね上げていってるんで、まあまあテクニカル的な要因がほとんどなんじゃないかなと僕は考えてますね結局、うんうん、というわけでですね、来週までは時間でですね横に進むかもしれませんが、結局は若干価格の幅はその CME のね窓が閉まるぐらいまでは調整するんじゃないかというふうに僕はまた考えてます、うん、そうなったらちょっとまた買い増していくというような感じでいいんじゃないかなと思いますね、うん、はい。今回ニュースは少ないんですけれども、うん、1件だけお伝えします。中国デジタル人民元の大規模実験、はい、お上海に隣接する、もう大都市に隣接する蘇州市でね、うん、デジタル人民元の大規模な実証実験が始まりました、はい、深圳で前までテストしてたんですけれども、それの2個目になります、うん、はい、でまずは e コマース大手の JD.com っていうところね、うん、11日から次の日までで24時間で2万件の決済が起こったと、ほうほうほう、うん、10万人に毎単位ですって、3000円分ずつあくれたんですね、はい、うん、でそれで、まあ、ここのサイト使えるよっていうふうに言ったら、うん、2万件の決済が起こったと、はい、うん、であとは深圳の時はね小売業、うん、まあ、お店の決済だけだったんですけれども、今回はこういう e コマースとかも入ってるんですよ、はいはいはい、でプラスミューチュアンっていう会社ですね、おそらく、うん、でこことこれまあ e コマースですね、これもこういうのでスマホでも決済とかできちゃうと、はいはい、まあ、普通に、まあ、食品のお店とかですね、うん、まあ、いろんなカラオケとかですね、そういうので払いますよっていうような感じで CM やってますね。であとビリビリ、まあ、中国でかなり今一番勢いがあるような動画サイトなんですけれども、ここでの決済もできると。ほう。であとディディってありますよね、日本でもありますよね、タクシーの配車サービス、 あれも中国企業みたいなんですけれども、うん、これでも払えるということですね、ということでテストの範囲が思いっきり広がったんですね、うんうん、だからもう来年再来年、まあ、専門家によると2023年じゃないかというふうに言われてるんですけども、うん、2年後ねしっかりテストしてからやるんじゃないかと言われてますけれども、もしかして来年に実現してもおかしくない、はい、ということですね。で、まあ、全部じゃないと思うんですけれども、うん、支払い完了までね、この決済は 0.5 秒で済んだと、はあ、めっちゃ早い、めっちゃ早い、うん、まあ、だから財布からこう金出して出すより全然早い、はいはいはい、すごい、あ、そういうことだよね、うん、コンビニで3円とかこう探して出すよりさ早いやん、バーコード立ち上げよりも早いですね、そうそうそう、パッて、そう、うん、ピッと一瞬で確認できるというところになってきましたんで、かなり実現に近いんじゃないかというふうに思いますね。で、まあ、これをですね、まあ、いちいち神尾 TV でお伝えする意図はですね、いろいろあるんですけども、一つ麻生さんが言ってたように、うん、もうこの中国のデジタル人民元というのは一帯一路の中の一つの施策なわけですよね、はい、だから日本もそこに取り込まれないようにということでちゃんと見とかなあかんということですね、うん、はい、いつの間にか日本人にも配られるかもしれんからね、まあまあもちろんね、ありえますし、喜んで使っちゃうこれどういうことかというと、もっと分かりやすく言うと、僕たちは実は日本製品を使ってないのね、うん、LINE は韓国やし、うん、まあ、Twitter もこの YouTube も、うん、Facebook もインスタも全部アメリカ企業やし、そうですね、で決済もこうなってくると海外のを使うことになるかもしれないですね、いやもう使うことになるんじゃないですか、うん、ほぼほぼ、うん、通貨さえ使うことになるかもしれないですね、もっと言うとクレジットカードってほとんど海外ですからね、そうですね、まあ、JCB っては一部日本ありますけど、うん、そうなんですよ、ナナホシさんプラチナ持ってるアメリカ育ってね、アメリカの日らしい、うん、別に、うん、いやあなたがブラックカード持ってるアメリカですよそれを言うならいや、うん、あ、プラチナ持ってることは否定、いやいやいやプラチナ、いや、プラチナ違う、なんでそれは誰でも持てるいやそれはまあ置いといて、うんうんうん、ということでね、うん、あとなんかこのビビっていうサイトなんかエロ動画ありそうなんで、ちょっと後で見ときます、なんでやねん、カミュー TV を18禁にしますから発言でエロ動画ないですよ、ないですか、ビビは確か、あ、じゃあ見ときます、うん、でも本当面白い、うん、面白いというかね、うん、すごい勢いがある、お、うん、僕たちも YouTube で上がったらね、ここにやった方がいい、お世話になるかもしれない、うん、めっちゃ多分すぐ捕まるけど
ということでね、はい、今回は終わりにさせていただきたいと思います。はい、ではまた来週もですね、七星さんのパーフェクトなビットコインのチャート分析と仮想通貨のいろんなニュースもお届けしていきたいと思います。まだね、何か緊急なことがあれば、そして冒頭でも言ったように神尾 TV 自体は今ちょっと消えるかもしれない、かなり瀬戸際に似てますんで、うん、万が一の時の保険の意味を込めて、無駄の方はぜひ神尾旅行紙ペンは登録しておいてください。お願いします。動画欄にリンク貼っております。はい、仮想通貨のお話またお伝え していきます。チャンネル登録もお願いします。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねお願いします。動画概要欄にこの動画に関する詳しい説明文を書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。ではですね、今週もですね、視聴者さんがたくさんの応援メッセージいただいているので、またご紹介させていただきたいと思います。還暦すぎても青春ババももさんからいただきました。お毎回楽しみに拝聴しています。内容はもちろんのこと、りょうさんの鋭いツッコミ、ゆいちゃんのヘアスタイルおよびファッションチェックなど楽しお楽しみもあります。おお、ありがとうございます。注目されてんねんねだんだん七星さんが素敵な男性に見えてきたのはなぜでしょうか。うん、ありがとうございます。何か仕込みがあるのでしょうか。寒くなってきました、お体ご自愛くださいということで、おイケメンになってきた、なんでやろな、素敵な男性に見えてきたということで、よし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 よ書いてんなぁと。では整ったようなので行きたいと思います。神尾 TV がシティバンクから格下げされた理由とは。実はチャンネルだった。ん、実はシャネルじゃなくてチャンネルだった。どういうこと。あ、ん、うん、バッタモヤやった。で、格下げされたんですね。はい。一個文句あるんですけど。何でしょうか。何でしょうか。もう二人からすごく冷たくて、今冷たくてちょっと辛いです。何でしょうか。なんか自分は可愛く描いて、僕とゆいちゃんなんか。なんかそう見えてるんかなって思ったら、いやいやいや、悲しくなってきました。こっちから書いてたんで、尺がね、だんだん長いこと書いてるか気になってきて、ちょっと雑に、雑になっていったっていうのはあります。はい、こっちから書くべきでしたよね。そうですよね。僕のおかしいもん、よく書いて、奈良星さんよく書いてる習近平さんや。おかしい、おかしいのはいいや。なんで。メガネかけとれん。え？あかんの？なんなん？あかんかった。というわけで七星さんの大喜利が格下げされました。いや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 。だいぶ来たよほら。